村田版アンパンマン236は面白い改編ゼキンガルかっこいいな。に対する読者の反応を見ていきます。ゆっくりしていってね。見事にガローとキングが行き違いになってる。ガローがバイト中に襲撃されるフラグ立ったな。問題は誰が襲うんだろう？水友が原作通りネオヒーローになるのかそれとも。個人的には村田班ではバイト先が襲撃される展開は必要ないと思う。バイトについては何事もなくガローが真面目に働いてる姿を描写すればそれで十分なんじゃないかな。ゼキンガルさんいいキャラになったな。どうて、イサムや金属バットは原作と違って、マッコイやネオの闇を暴くために加入する流れか。まさかのゼキンガルとワラベテイがスパイルートか。扉絵からして非ワラベテイのゾンビマン強火弾が隠しきれてない。あとキングモンカ星の目がある場で告白するとか原作より勇気歩くね。何のことだと見直したら、ランドセルのアクセサリー買う。ゾンビマンに怒鳴ったけど、彼を嫌いになったわけじゃないんだね。キング頑張ったな。村田班になる過程でいろんなキャラが深掘りされたり違う運命を辿ったりしてるけどキングさんは揺るがんな。イサムくん明確にヒーロー協会のためにネオのスパイするんだね。あんなヒーローネームの仕打ちされてるのに大人やね。まあ協会のためというより協会所属のヒーローのためだろうけど。ゾンビマンいるからね分け知りがおってなっちまうよ。今回のストラップ見ると次回キングさんの道場破り会。真面目にキングが弱いとバレないのはなぜだろう。バンクほどの達人も間違えるし、うんとキングエンジンのせい。これまで上げてきた実績が大きすぎて気づきようがない。疑うのならあれらが何だったのかもセットで答えを出さないといけなくなるので。9割方埼玉の手柄なんだよね確か。イエス。なのでキングが本当に弱いのだとしたら存在丸ごと全く知られていない新キングがいるという不自然な話になってしまう。実際いるんだけど、あと怪人協会のアジトに潜入して無傷で帰ってきた。説明もつかなくなる素で帰ってきたんだけど、実際の強さとは別になんか雰囲気というかオーラみたいなもんが強そうだと錯覚させてるんじゃなかった。まあ数無先まで聞こえる心臓の音ってただ事じゃないからな。う超人だらけのあの世界でもそんな現象はキングだけが起こせる不随意みたいだし、見た目からして風格がありすぎる。見ろよハゲマンとの覇気のなさを。ゼキンガルさんがあまりにもかっこよすぎる。どうてイサムはともかく金属バットのネオ遺跡どうするかと思ったらこう来たか。いいコンビになりそうだな。どうてイサムくん生物のストラップはどうかと思うよ。この改編めっちゃ好きだわ。今さらネオ行くかと思ってたし。ガローはこれ裁判所が認めた構成プログラムのバイト中にネオに襲われるわけだから完全にネオが悪くならないか。埼玉って何気に今もトレーニングしてるのか。スクワットはスクワットでもビルの残骸背負ってスクワットとかいうイカれたトレーニングだけど。キングさん言い方が悪いよ。言い方があと声の大きさ。まあ告白するだけでも怖いのはよくわかる。埼玉の時は怪人を前にした命の危機だったから言えたってのはあるよね。ガローがコミカルでまた違った良さがあるな。原作は重苦しいシリアスな空気感だけど、村田班は明るく進みそう。これはキングパワーアップイベントなんだろうな。怖いよどう見たって一般人じゃない。潜入しそうの人の怪人体思い出した。圧だけで全てを制しかねない気迫。ゼキンガルさん、変な改造されないか心配だな。でもとりあえずギガント義手がイサム製で安心したわ。村田班になって描写が深まった怪人協会編だけど、ゼキンガルとかドウイサムとか、ちゃんと深まった人間関係が継続してるのよいな。そりゃあんな死地を乗り越えたなら信頼関係段違いだよ。もう戦友だよ。金属バットとゼキンガルの会話も特に良かった。さすが原作1の構成力だと思う。ネオの警備員2人と金属バットの戦う理由がゼキンガルになるかも。あっちサイボーグに改造してとかあるもんな。しかしマッコイが何か企んでるってのバレて貴様、ヒーロー賭博の件やネオに情報売って遺跡後の幹部待遇約束とか明らかにあれだけども。人を見る目のある失地。マジで人選完璧。でも被害者の会話煙たがってるし。キングは音が鳴るくらいだから心筋は強いだろうか。あとは動機と考えると筋肉が緊張し続けてるから割と全身筋肉質なんだろうか。
バンクが昔使ってた流派がまさにキングのためにあるような流派だったんだよね。実はセキンガルさん最初の方は裏切り者だとか思ってたわ、ごめんね。セキンガルと金属バットいいじゃん。こういうまっすぐな男たちはすげー応援したくなるよ。S 級になった経緯は近くにいたから勘違いされただけど、ムカデ長老の時にキングエンジン鳴らしながらおびき寄せる餌を聞いた後にムカデ粉砕だから、もう業界側は疑いようがない。社会奉仕でバイトしてるだろうと改心して本気でヒーローを目指してる水流がぶつかるのは確かに不自然極まりないしな。苦虫かわいい。いびってるくせに切り火して見送ってくれるの古風なやつだな。結構良いやつなんだよねこの人。埼玉が道義の紐を結ぶの下手くそだった時、きちんと直してくれる時にまだ結べないのかとか言いながら結び直してくれたの好きだわ。キングは自分が強いという勘違いを利用してちゃんとヒーローやってるところあるから、下手にバラすわけにもいかんよな。怪人境界編とかキングのハッタリがなかったら終わってる場面が多々あったしな。水流の剣やら苦虫復帰やら格闘大会は割と影響あるね。苦虫ワンバンでは復帰してなかったし、水流がどうなるかわからんし、実はそれなりにちゃんとした先輩ムーブする苦虫好きだったから再登場嬉しい。仁義ある戦い。これもしかして終盤は原作ほどひどいことにはならないんじゃないか。原作より全体的にいい感じに進んでるし、ロボット集団の進行もギリギリで食い止められそう。キング主要界かまだ強くなる気か。 S 級ヒーローなのにまだまだ伸び台あるからすごい。かつての敵が街中で普通に働いてるの好きなんだよね。モブサイコの爪のやつらとかさ。お前に接客は無理だとか来週面接だとか好き。最上に負けた峰岸がその場しのぎの嘘じゃなくてまともに働いてて店長との関係も良好なのも良いよね。イサムくん。どう？イサムとゾンビマンの別れ、面白かったけどちょっと残念な気持ちもあったから今回の展開が嬉しすぎる。信頼度の稼ぎ次第で分岐があるゲームのグッドな方に向かってる感じがして嬉しい。ワンバンのわらべ帝とウェビアザが辛すぎるんで、村田班ではちょっと違った展開を期待している。というかなんか画廊が ONE 版に比べるとだいぶ明るいというか、あまり追い詰められてないというか、そこら辺の扱いがちょっと気になる。裁判も受けてこれから償ってくぞと本人なりに前向きに決意してやってたとこにガチめの被害の恨みをぶつけられたりするのかもしれんし。裁判無理じゃんというか、それやるなら S 級入れろよと思う。いくら人類の敵でも囚人 C 程度を戦力にしてるんだから。これで一旦甘いの話になるのかな。こっちだとネオのきな臭さは裏から操ってる掛け事くらいでほぼ出てないはずだし、ヒーロー協会のヒーローを守るための念のための調査ぐらいなんだろうか。それとも何か非道性は他にも掴んでるのか。今回そういえば女性キャラいないんだ。どうせとか変に言いかけてやめるくらいなら、童貞って言っちゃった方がマシじゃない？それじゃ言いかけたのがまるで童貞みたいだよ。非道の帝王、非道帝と改名したけど今後ネオでそう呼ばれたりするのかな？非道までで止めてほしいな。埼玉ってハゲた後でもスクワットはやってるんだ。日課に衝撃受けた今も筋トレ続けてるのか。日課のトレーニングやめたらリミッターまたつきそうな気がする。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。